さて四季折々の草花が楽しめる上町の薬来ガーデン今、園内を彩る花ではないあるものが注目を集めています見事に咲いたピンク色のバラとともに、辺り一面に広がっているのは、色とりどりの傘、薬来ガーデンでは、一昨日からカラフルな傘が園内を彩るイベント、アンブレラスカイが開催されています。 このイベントは見ごろの花が少なくなる夏の期間も訪れる人を楽しませたいと去年に引き続き企画されたもので園内の広場や庭園には花のように開いた1000本を超える傘が飾られています空中に傘を飾るアンブレラスカイのイベントは各地で開かれていますがヤクライガーデンでは子どもの目線ほどの高さにも設置するなど飾り方にも工夫をしているということです 今年は新たにこちらレインボーの傘が加わりました風に揺られる姿は華やかさを演出してくれていますこの他にも今年は頭上を飾る傘の数を増やしたほか風鈴の音色を楽しめるエリアを設けるなどさまざまなリニューアルが行われていますゆったりした感じでいいですよね <laughs> きれいだし <laughs> 色とりどりのこう傘というのをあんまりこう見る機会がなかったのと用意するとき大変だったんじゃないかなと思って見てましたねびっくりするぐらいきれいだなと思いましたねヤクライガーデンのアンブレラスカイは休園日を除いて来月27日まで毎日開催されています